作品のところ、はい、ダジャレって書いてありますが、はい、ダジャレ好き？好きです。あー、おっさんみたいなダジャレが好きなのね。はい、そうですね、はい、私16歳でございまして、こんな楽しい日にハッピーが切れてハッピーでございます。松井樹里奈です。出たよ出たよ、面白いすごい、一番後ろからババアが言ってますよ、面白い、ありがとう、面白いじゃあそんなマサナに日テレでダジャレを作ります、うん、何照れてんの今だ。木本どうクソつまんないねえ、プレゼント何が欲しい？何でも言ってよ。あ、プレゼント、あ、クリスマスか。プレゼントよりもクリスマスはあなたと一緒に暮らしますよー、面白い、面白い、よー、座布団持ってってエゴちゃん、ちょっと待って、持ってって持ってって、これはなんとか、つまんなかったです、つまんなかったですって言われたんですけど、つまんなかったです、ちっちゃい声でつまんなかったです、つまんなかったです。ジュリナ、ジュリアさん、あれ、僕が掃除してるのバレちゃったオッケー、よし、オッケー、ジュリア、これオッケーですか？オッケー、ダブル使いしましたから、はい、これ下からお前は SKE のセンターではなくすぞ若い派の方が強いと思うんで、センターは私はセンター。もう尊敬する、そういうとこ。やった資格はないけど三角はあります、はい、かっこ笑いみたいなね誰も笑ってないんですよ、これ。まず、ね、どうしたらダジャレが面白くなりますか？普段から言ってるってことですか？そうですね、もう降りてくるんですよ。なんかで逆に言わないとすごいファンの方とかにもうやめちゃったのみたいなダジャレファンがいるんだ。はい、そうなんです。握手会がきっかけで僕もよく会社で滑ってますみたいな、だからそういう時は、そういう時は社内だからしゃあないって言ってます。すごい、すごい、出てくる、出てくる。面白くするには、はい、どうしたらいい？面白くするにはパレル相方つけたらどうですか？笑いのセンス的にはどうですか？全くないですね。以前AED っていう機械があって、それを見てジュニが AED48 って言って、うまい、これうまいですよね。しかし笑いは起きないんですよ。まあ確かにね。ジュニは今のところパイは無パイですけど、うん、力はいっぱいなので。わ、どうしました、あなた今日？失敗しませんよ。お、篠原さん。はい。なんかね、はい、すごい、はい、対抗しようとしたらいいですよ。一般です。あ、美味しくない？軽いじゃん。お腹パンパンになる？え、軽い。お腹パンパンになる？ね、パンだけに？あ、パンだけに。虫パン関係なくないじゃん。虫は虫、虫は虫、虫はい、スタート。そのダジャレ言えって急に言われてもね、この靴めっちゃ窮屈です。あと帽子で紫外線防止、このお寿司、私お寿司、お寿司、このお寿司は押すよっていう意味。あー、お寿司、そうだ、押し面の押しです。すごい、こんな感じです。すごい、すごい、待ってよ。イメチェンしたけどどう？前の方が良かったけどな。じゃあそんなこと言うならドラム叩くみたいにお前のことも叩きたいな。いや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 、どういうこと？巻き込まれた。巻き込み、巻き込み、巻き込だけに。うせえな、おさん。巻き込だけに。初めてジュリナさんのダジャレで笑いました。嬉しいだけだった。初めて。面白いやつがたまたまあって。